小街と両美希語る、Y に込めた意味、羽生ゆずさんと自身の変化、そして、今後の美しい妄想。羽生ゆずさんの写真集、Y、小街と両美希による制作費は、日本のフィギュアスケート界において、その繁栄とともに一人のスーパースターが登場しました。羽生ゆずさんは、2014年ソチオリンピックと2018年平正オリンピックでの連続優勝など、数々の栄誉を手に入れ、 今ではプロとして活動しています。そして、彼のファンや写真愛好家にとって待望の出版物、Y。羽生譲る写真集が12月7日に発売される予定です。この写真集の撮影を手掛けたカメラマン、小内と両美木氏が、その制作に込めた意味や羽生譲るさんの変化、自身の写真家としての成長について語りました。現場に足を運び、小貝と両三氏とのインタビューから、写真集、Y。 についての貴重な情報をお伝えします。タイトルに込められた意味。はじめに、写真集、Y のタイトルについてお話ししましょう。これまでの写真集のタイトルは、ユズ、LLBE バックでしたが、今回のタイトルは単純な、Y に変更されています。古内イト・リョ氏は、この変更について次のように語りました。まず、プロ転向を機にタイトルを変えようという話になりました。 その中で長久保さんと僕でたくさんの候補を挙げ、時間をかけて検討した結果、Y で行こうとなりました。言うまでもなく、イヤーラから Y を取ったのですが、美のアイコンであるハブ選手を表現するにふさわしい、シンボリックなタイトルにしました。小文字にした理由は、テキストにした時の形の良さですね。大文字の Y より、小文字の型が繊細さを表現できると思ったからです。このタイトル変更は、 羽生結弦さんのプロとしての新たなアキラを象徴し、彼の美しさと繊細さを表現するものとして選ばれたようです。また、小文字の Y は繊細な美しさを引き立てるために採用されたとのことです。価格の上昇と写真集の進化。写真集 Y の価格が以前の作品よりも高額になっていることについても触れられました。コ内と両三氏は、この変更について次のように説明しました。 印刷代の高騰が一つ目の理由です。もう一つの理由は本の仕様を変えたことです。進化を続けるハブ選手にふさわしく、写真集も進化をしなければならないと考えました。ハードカバーを採用し高級感を出しました。それによって本が開きやすくなり、見開きで掲載されている写真が見やすくなっています。また、紙もこれまでと比べ、より上質な紙に変更しました。 値段が上がってしまったことは心苦しいのですが、値段に見合ったクオリティになったと思っています。写真集の価格が上昇した理由は、高品質な紙と印刷品質の向上にあると説明されています。コナイト・リョウ・ミキシは、ハニュー・ユズルさんの進化に対応するために、写真集自体も進化させる必要があると考えたようです。ハニュー・ユズルさんと写真集、Y の制作、コナイト・リョウ・ミキシは、 羽生結弦さんを撮影する際に、羽生さん自身や自身の変化についても触れました。アマチュアという枠が取り払われたことによって、羽生選手の表現の幅が大きく広がっていますよね。またご自身で振り付けされることも増え、今までにない動きや表情が見られるようになりました。僕の変化は、アイスショーを通して、より近くで羽生選手の様子を見る機会ができたことで、彼やショーへの感情移入が強まったと感じています。 ショーの一員としての責任感も含め、それが写真にも反映されているな、と、アマチュアからプロに転向した羽生結弦さんの表現の幅の拡大と、コナイト・リョウ・ミキ自身の感情移入の増加が、写真集、Y の制作にどのような影響を与えたのか、その真相に迫るインタビュー内容となっています。カメラマンへの道、コナイト・リョウ・ミキは、カメラマンとしての道を歩むきっかけについても語りました。 大学生の時に、あるカメラマンと出会ったのがきっかけです。その方が出世払いでいいから、とカメラを一式渡してくれました。その出会いがなければ、カメラマンになることはなかったと思います。ちなみに、その方は、いまだにお金を受け取ってくれません。笑い。また、そのカメラマンの紹介で、作家の椎名誠さんたちと旅に出るようになりました。椎名さんは写真家の顔も持ちますので、その姿にも憧れを抱きました。 コナイト・リョウ・ミキシの写真家としての道は、偶然の出会いから始まったものであり、尊敬する先輩たちとの経験によっても育まれたものと言えそうです。写真の良さと今後の展望。最後に、コナイト・リョウ・ミキシは写真と映像の違いについて語りました。映像と比べ、写真は情報を少なくしていけるところが良さだと思います。メッセージを使いやすい表現方法かなと思っています。彼はまた、 将来的に撮影してみたいイメージについても触れました。氷ついた湖の上で自然を背景に滑るハブ選手を撮ってみたいなと思っています。自然光の下でも美しいでしょうし、月明かりの下でもいいですね。また、氷が張られたオペラ座の舞台で、クラシックなプログラムを滑るハブ選手を撮ってみたいですね。どれも勝手な妄想ですが、写真集、Y は、羽生ゆずさんの美しさと進化。 カメラマンの小貝と両三木氏の成長を映し出す貴重な一冊となりそうです。タイトルに込められた意味や写真集の価格上昇の背景、羽生ゆずさんと小貝と両三木氏の変化についてのインタビューは、読者に深い洞察をもたらすものとなっています。小貝と両三木氏の意気込みや思いが伝わる貴重なインタビューとなりました。写真集、Y は、羽生ゆずさんの魅力を新たな視点から捉えることができるでしょう。